はい、皆さんこんにちは。今日の献血なんてどう？は山梨県の甲府市に来ています。甲府といえば武田信玄公の膝元ということですので、甲府の駅前にもこんな立派な信玄公の銅像が立っていたりします。たくさんの方が写真撮ってらっしゃいました。じゃあ今これどこで撮ってるかと言いますと、ちょっと後ろに石垣とか見えていますけれど、甲府城跡、別名舞鶴城跡というところにいます。後ろに見えてる石垣は天守台ですね。もう結構ここ何回も来てるんですが、実は今回調べるまで知らなかったんですけども、てっきり信玄公のお城だと思っていたら、実はなんか武田氏が滅亡した後に秀吉さんが作ったお城ということのようです。天守台から見るとこんな感じですね。周り結構綺麗な公園になっていて、芝生の広場があったり、武道場があったり、記念館があったりしています。はい、で今日の献血ルームですが、今日は献血ルームグレープというところに行ってみようと思います。実は僕これまで結構甲府で献血やってるんですけど、今回のルーム実は初めてで、これまで過去2回移転をしていて、甲府では3箇所目のルームということになります。残念ながらちょっと過去2回は動画に撮れていないので、今回初めて甲府のルームをご紹介します。ということで、それでは早速行ってみましょう。
さて、いかがだったでしょうか。ロケーション的には、今回紹介自体は舞鶴城の入り口からだいたい1分から2分ぐらいということでご紹介をしましたが、豊富駅から歩いてもですね、ちょっとショートカットできる県議会県庁の敷地の中を抜けられる道があって、ここを使うとおそらく5、6分じゃないかなと思います。大通り沿いに行ったとしてもおそらく7、8分で着けるということで、すごく目の前、甲府駅の目の前ということではないですが、十分に近いですね。またロケーションがですね、ルームに向かって歩いてる時も本当に感じたんですけど、街の中にあるのに周りが本当に静かなんですよ。でまた入ってるビルも商業ビルではなくてオフィスビルの2階1フロア全部使っているということで、ルームの中も本当に静かでした。医療機関ではありませんけれど、献血ルームが静かっていうのは結構ポイント高いです。ルーム自体は待合室は結構こじんまりとしていますが、その待合室の規模にしてはベッドも10床あるということで、甲府ってそこそこ大きい町ですけど、この町に見合ったルームの大きさなんじゃないかなというふうに感じています。待合室自体も結構こじんまりと白で統一をされていて、清潔感があっていいですね。自分でボタンを押して入れてくれるコーヒーベンダーがあったりとか、あと食品としてアイスが選べるっていうのも結構ポイント高いです。また今回もルームのスタッフの皆さんには撮影に本当によくご協力いただきました。ありがとうございました。この場を借りてお礼を申し上げます。さて、今回の献血ルームグレープ、もしよかったなというふうに感じた方いらっしゃいましたら、ぜひいいねをお願いします。またこれからも他のルームどんどん紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次回の献血なんてどう？でお会いしましょう。ありがとうございました。